株式会社米朝事務所は人間国宝の桂米朝や桂雑馬、桂南光、桂米団治など米朝一門の大多数の落語家が所属する落語芸能事務所。もともとは米朝が仙と地工業所属から独立して活動していた際、マネジメントを担当していた田中秀武を社長に米朝の個人事務所として設立したのが始まりである。 関西の芸能界では、吉本工業と、松竹芸能の二つの芸能事務所の影響力が大きいが、米朝事務所は、米朝の個人事務所から始まった経緯もあり、両者から直接影響を受けることはない。東京にも事務所があったが、経営合理化の一環として、2020年5月31日で閉鎖となった。基本的に、 米朝一門の落語家が中心であるが、口述のようにフリーアナウンサーの中井正幸が所属し、元タレントの上岡龍太郎のコメントの窓口を担当している。なお、米朝一門の中でも、月亭八方一門と、桂青葉、桂浅太郎、桂清張、桂弱弱、桂吉坊、など一部は他社に所属している。ただ、 これらの弟子と米朝との関係は良好なようで、米朝事務所 HP の一文形図には、個人と、月亭はじめもんや、非所属者など全員が掲載されている。米朝事務所の株式は、米朝のほか米朝一文などの関係者によって保有されているが、米朝一文ではない著名人も、株式を保有している。主だったところでは、石毛直道、 イーデス・ハンソンが株主である。かつては、小松作業も株主であった。ハンソンは、株主総会が見たいという理由で株主になった。米朝の著書によると、米朝事務所は株式会社という企業形態である。以上、株主総会を行っているが、正式な議事進行とともに一種の余興として、総会屋のコントをしたことがある。総会屋役はザコバが演じ、 西条秀樹は、今、何歳やと総会とは全く関係のない議題を振って、混乱させていた。通常の株主総会は、日が高いうちに行われるものであるが、米朝事務所の総会は、会が終わって、そのまま繁華街に繰り出せるように夕方から、行われていた。現存米朝事務所所属話課のみ三代目、桂米朝。ありがとうございます。